日常運動食旅にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ローソンセレクトのお菓子6種類とマカロニサラダを食べたいと思います。本当はごぼうサラダにしたかったんですけど、なかったんですよね。なので、まあマカロニは炭水化物なのでサラダとは言わないかもしれませんが、で、まあとりあえず食べてみましょう。ですがこのままだとまた見えづらいので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お皿に移しました。で、ちょっと先ほど言うの忘れたんですけど、まず今回食べるのはまずこちらのチーズクリームサンド、はちみつミルクドーナツ、こんがりラスクシュガー味、これら3つの存在に加え、さらに濃厚ブラウニー、なんで3つ言ったんだろうね、北海道産小豆の星あん大福、ドラゴンポテト、なんかこのドラゴンポテトっていうのは一なんか気になりますね。今まで聞いたことない名前ですから、さーてどんな風に味わいになるかな。でもその前にまずは一応サラダですからね、マカロニサラダから、おっと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 、はい、中はこんな感じになってます。それではいただきます。サクサクもっちりでもちろん美味しいですよ。ただやっぱりごぼうサラダ食べたかったな、でしつこいか。プロテインが取れるのも嬉しいです。最初に食べたマカロニサラダはマカロニのしっかりとした食感が味わえて、マヨネーズの酸味も、まあ、あるにはあるんですけど、そこまで強くはなくて食べやすく美味しかったです。なんかこれそのまま上にチーズ乗せて焼いてグラタンにするとかもいいかもしれませんね。まあ、今回はサラダなのでこれはまず単品として、こちらの点数とさせていただきます。でお菓子ですが、まずこちらの濃厚ブラウニーは確かにチョコレートは濃厚なのですが、ちょっと生地がパサついていて口の中の水分を持っていかれる気がして食べにくかった部分があるので残念でしたね。もうちょっとしっとりしていた方が良かったかなと思いました。でこちらのこんがりラスクシュガー味はサクサクとしたパン生地なんですけど、意外と厚みがあってサクッとした音が心地よく聞こえて、砂糖の甘さもしっかり感じられて美味しかったです。もうちょっと大きかった方がいいかもしれませんが、まあこのぐらいの方がいいのかな。でこちらの北海道産小豆使用のこしあん大福は外側の生地がもっちり本当にしていて弾力があって噛むとしっかりそれを感じることができました。その後でさっぱりとした甘さのあんこが広がってきて美味しかったです。もっと大きなサイズでも食べたくなりましたね。で、はちみつミルクドーナツ、これは割としっとりとしたドーナツ生地でサクサク食べ進めることができたんですが、割とどこにでもあるようなドーナツかなっていうような気もしましたね。もう一パンチ何か欲しかったような気もします。フレーバー生地を混ぜても合いそうですので、そういうのも作ってほしいですね。で、あのプロテインチーズクリームサンドはチーズクリームのチーズの味がかなりしっかりしていて、口の中に入れた瞬間にそれが広がってきて甘ったるさがなく食べやすく美味しかったです。数がちょっと4個しか入ってなくて控えめなのは残念なんですけど、低糖質で食物繊維豊富、さらにタンパク質も取れるようなのでダイエット中だけのお菓子が食べたいという方にはいいかもしれません。でこちらのドラゴンポテト、なんかどういうポテトなのかなと思って買ってみたのですが、なんか食べてみるとなんかカッパエビセンのような、ちょっと普通のポテトチップスやジャガイモ味と違ってなんか立体感のあるような形状になってたんです。でそれを噛むと口の中でその立体感が強調しているかのような食感が感じられて、サクサクといって、でお塩の程よい刺激もあって美味しかったです。なんだろう、じゃがりことかとはまた違った美味しさがある、大きいんですよね一つあたりが、なのでそれが前向きに作用して立体感を感じて、なんかこれまでにない味という印象でした。これが今回の中で一番美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。さて
ローソンセレクトのお菓子いろいろ食べてみました。美味しかったです。またこういうのもやってみたいですね。卒業の朝が来るのやこの日に、今日が卒業式かっていうような、楽しみなような不安なような悲しいような嬉しいような、そういう心境なのでしょうねきっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。